インプ、元俊介、平野紫耀との初絡みに緊張。ハワイ密着番組で明かされた意外な人間関係。日本のエンターテイメントシーンを賑わす平野紫耀の魅力は広く知られていますが、先日の ABMA で放送された、飛べの夏休み。チルダハワイ独占密着。新たな決意では、インプ、の元俊介が平野との初絡みに緊張しまくり、一体どんな場面が繰り広げられたのでしょうか 12月24日の夜9時半からの放送では、番組内での全メンバー食事会が注目をありました。そこで明かされた三宅県と北山博光のほぼ絡みがなかったタコや、北山とインプ、改善バックダンサーを担当していたことなど、メンバー同士の意外な関係性が次々と明るみに出ました。特に元俊介は、インプ、白を言う席になると固まっちゃうんですよ。席替えとかしてみません。と提案し、 その場に緊張感が漂っていました。そして、個人的に誰と喋りたいとかあるのとの質問には、元が独特のドギマギ感を見せつけます。果たして、元は誰を指名したのでしょうかその場でのドラマは続きます。元が提案したおかげで、佐藤真はなんと平野志陽の隣に座ることに成功。初海外に緊張する佐藤に、平野が振るった質問には予想外の回答が返ってきて、さらに、 三宅県や平野からの突っ込みやジョークも飛び交い、元俊介はどんどんたじたじに。そんな緊張感漂う中で、メンバー同士の関係性が明るみに出る瞬間もありました。興味津々なエピソードが次々と展開されるこの番組。気になる方は、以下の放送概要をチェックしてみてください。飛べの夏休み、チルダハワイ独占密着、新たな決意、放送概要、1、12月24日、 日曜日、21時30分から22時30分、放送 URL、https コロンスラッシュスラッシュアビマ、tv スラッシュチャンネルズスラッシュスペシャルマイナスブラスマイナス2スラッシュスロッツスラッシュシーザン 1sb9b5212 月27日、水曜日、23時から23時58分、放送 URL、https コロンスラッシュスラッシュアビマ、 tv スラッシュチャンネルズスラッシュスペシャルマイナスブラスマイナス二スラッシュスロッツスラッシュ cwgeq ミッドフィールダー uqf スビーム3 12月30土23時から24時放送 url https コロン <noise> ス<声>ラッシュスラッシュアビマ tv スラッシュチャンネルズスラッシュスペシャルマイナスブラスマイナス二スラッシュスロッツスラッシュ cwgeq6jas2r3z 4.1月3日、水曜日、23時から24時、放送 URL、https コ <iese. S 1> <し>ロンスラッシュスラッシュアビマ、tv スラッシュチャンネルズスラッシュス,シュスペシャルマイナスラスマイナス2スラッシュスロッツスラッシュ<ロ>ッシーン,ャンスリーズニズ5。平野仕様のファンやエンターテイメント好きな方は、必見の一夜です。食事会の舞台裏では、三宅健と北山博光がほぼ絡みがなかったことが判明し、 驚きの声が上がりました。その他にも、北山とインプ、外然バックダンサーを担当していたことで、つながりがあったことが語られ、メンバー同士の意外な一面が次第に浮かび上がりました。これにより、ファンたちは普段見られないエピソードにワクワクしていることでしょう。元俊介が提案した、席替えの瞬間では、緊張感が最高潮に達しました。元は、インプ、白を言う席になると固まっちゃうんですよ。 席替えとかしてみませんとの提案に、メンバーたちはどう反応したのでしょうか個人的に誰と喋りたいとかあるのという質問に対する元俊介の独特の反応は、まさに番組の見どころの一つ。元が指名した相手は誰で、その結果、どんな展開が待っていたのでしょうかそして、提案が実現した結果、佐藤慎が平野仕様の隣に座ることに成功しました。 初海外に緊張する佐藤に平夜が振った質問には予想外の回答が返ってきて笑いを誘いました。そのやりとりはまさに和やかな雰囲気に包まれた瞬間でした。緊張感漂う食事会の模様やメンバー同士のジョークやツッコミも含めてこの番組では視聴者にとって不可欠なエンターテイメントが用意されています。ファン必見のエピソードが盛りだくさんなのでお見逃しなく気になる方は 以下の放送概要をチェックして、思う存分楽しんでください。飛べの夏休み。チルダハワイ独占密着。新たな決意。放送概要。1、12月24日。日曜日。21時30分から22時30分。放送 URL。https コロンスラッシュスラッシュアビマ。 tv スラッシュチャンネルズスラッシュスペシャルマイナスブラスマイナススラッシュスロッツスラッシュシーザン 1sb9b5 2, 2 12月27日水曜日23時から23時58分放送 URL https コロンスラッシュスラッシュアビマ tv スラッシュチャンネルズスラッシュスペシャルマイナスブラスマイナス二スラッシュスロッツスラッシュ cwgeq ミッドフィールダー uqf スビーム3 12月30土23時から24時放送 url https コロンスラッシュスラッシュアビマ tv スラッシュチャンネルズスラッシュスペシャルマイナスブラスマイナス二スラッシュスロッツア、TV、スラッシュ cwgeq6jas2r3z 4.1月3日、水曜日、23時から24時、放送 URL、https、コロンスラッシュスラッシュアビマ、tv、スラッシュチャンネルズ、スラッシュスペシャル、マイナス、ブラス、マイナス、に、スラッシュスロッツ、スラッシュ,ッシ,ュシー・ジャンスリーズニーズ・ファイブ。平野仕様のファンやエンターテインメント好きな方は、必見の一夜です。飛べの夏休み、チルダハワイ独占密着。新たな決意の放送では、インプ。 野本俊介が平野紫耀との初絡みに緊張し、メンバー同士の関係性が明るみに出ました。食事会での提案や質問により、彼らのリアルな一面や意外な交流が視聴者に届けられました。も俊介の独特の提案により、面白いドラマが繰り広げられ、ファンはその瞬間を楽しむことができました。この密着番組は、平野紫耀のファンやエンターテイメント愛好者にとって、 普段見られない一面や笑いあふれるエピソードが盛りだくさんで必見の番組となっています。放送概要をチェックして興奮と笑いに溢れた一夜を楽しんでください。